はい、ということで皆さん、今回はですね、ゴールキーパーっていうテーマで少しまたお一方ゲストを呼んでですね、話していけたらなと思います。はい。はい、皆さんはじめまして、ゴールキーパーコーチの武田幸男と言います。今は、日本の、J クラブの方で、ゴールキーパーコーチしてます。その他に、僕は、今、拠点を横浜に置いてるんですけども、関東ですよね、横浜と、関東の方で、ゴールキーパースクールを、運営をしておりまして、今自分ではちょっと携わってないんですけども、過去にはね、関東圏内であったり、岩手とか、あと、鳥取とか、あと、そういうね、様々な地域で、高校生向けの、ゴールキーパーの指導であったりとか、あと、小学生向けのクリニックであったりとか、あと、自分の、そういう、ゴールキーパースクールのイベントで、ゴールキーパーキャンプをやったりとか、そういった活動を、そうですね、大体20年ぐらい、そんなことをやっております。ということは、今3年前かな ?2 年前か。そうですね、もうちょっと立ち返ってですね。いや、どうですか、僕が今の J クラブで仕事始めて3年目、3年前だ、3年前。3年前に、ちょっと完全プライベートで、ちょっとバルセロナに、ちょっとサッカーの勉強しに、10日間ぐらいかな、行った時がありまして、で、その時にね、淳君にちょっと会って、はい、いろいろね、その逆にスペインのなんかね、そういうサッカー指導事情を聞いたりとかする中でね、何度かね、淳君とはね、こうやってソーシャルネットワークを通して、話をしたりとかする関係で、今回ね、はい、この企画に呼ばれて、はい、はい、伺いました。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。で、今も武田さんの方からもね、触れられたゴールキーパー専門のスクールっていうような感じですね。そうですね、はい、のスクールをですね、これからまた少しリニューアルして新しい試みとかもね、武田さんの方でもやられるということですので、ぜひ皆さん概要欄の方に少し、詳細の方をね、貼っておきますので、ぜひ興味ある方はですね、飛んでみて少し覗いてみてください。ではですね、少し早速なんですけども、今日のテーマに入っていきたいなと思います。で、最初に触れておくとですね、今日の大枠のテーマとしては、今紹介の際にもあった通り、武田さん自身がスペインにも、10日間とはいえ、来られてですね、実際に現場を見たりとか、いろいろ感じられた部分がある中で、よくその世間とかでもね、やっぱりそのスペイン代表以外でも、やっぱりスペインからってすごい優秀な、ゴールキーパーのプレイヤーっていうのが、次から次へと出てくるような現象がある中で、そこってどういったところから成り立ってるのと、どういった育成環境があって、こういった、指導の仕方だったりとかっていうのがあるから、そういったいい選手が出てくるんだな、みたいなところが、間違いなくあるとは思うんですよね。で、そこっていうのを、僕自身はそのサッカー、指導者でありますが、やっぱゴールキーパーってまた少し特別なポジションの指導者とまた違ったポジションだと思いますので、そこの、ある意味プロでもある武田さんにですね、今日は、実際にスペインに来られた時に、バルサに来られた時に、感じられた部分も少し含めながら、お聞きしていけたらなと思っています。そうですね。これはなんか一般的に、言われてる部分でもあると思うし、僕が、その実際ね、スペインに、バルセロナに行った時に、スペインの3部チームの大人の、チームも、そこを主軸に見ながらね、あと空いてる時間で、クライフスタジアムに行って、バルサのね、下の、カテゴリーだよね、10歳ぐらいかな、10歳ぐらいから18歳、あと女子も見てか、そうやってちょっとたまたまね、男子女子、ジュニアからトップまでっていうところをちょっとね見る機会があって、あとそこのね、それぞれの指導者ともちょっとお話しさせていただくことができた、できたんでね、そこでちょっとこう、思ったこと、直感というかね、その一定、ところの感想としては、もちろんこうやっぱり東洋人というか、その日本人と外国人というふうに比較したときに、
まあ、その元々のそのなんだろう、体の大きくなり方とかね、あとその要はその体のそういうこうパワーの発揮とかっていう部分に関して、やっぱりそのて、まあ、西洋人東洋人の違いとかっていうのはまああるんですけど、なんか僕はすごく思ったのは、なんかこうやっぱりサッカーのその理解度というか、なんかそこがやっぱりその幼少期ジュニアの時からちゃんとき、もうゴールキーパーゴールキーパーとしてそのサッカーの仕組みをちゃんとこう理解できてる、まあ、その中でゴールを守ってるから、なんか別にそのテクニック、そのゴールキーパーのキャッチングスキルとかダイビングスキルとか、なんかそのコーディネーションとかそういうことをもうを抜きにした、そのそもそもサッカーってどういうスポーツなのとか、じゃあその中でゴールキーパーでどういう役割があるのとか、じゃあそれは攻撃だったらどういう役割がある、じゃあ守備だったらどういう役割がある、じゃあその切り替えの場面だったらどういうその役割があるのっていうことを、なんかちゃんと認識してプレーしてるなっていう印象はありました。多分技術だけで切り取ったら、多分まあこれはサッカーのあのフィールドプレイヤーにも同じこと言えるかもしれないけど、その止める蹴るとか、まあ、キーパーもじゃあそのキャッチするとか、ゴール守るそのなんか手段としてのそのスキルに関しては、もしかしたらなんか綺麗にキャッチするとか綺麗にダイビングするとか、まあそういったところについてはもしかしたら日本人の方がうまいかもしれないけど、じゃあそれをちゃんと試合の局面で適切に使ってますかとか、使えますかとかっていうのが、多分ちょっとそこの差があるのかなっていう印象は、最近ちょっと日本でも言われてる部分ではあるんだけど、そのなんかこう、じゃあゴールキーパー、そのゴールキーパーっていう、そのサッカーにおけるゴールキーパーを、なんかこう練習、練習するものとして捉えているのか、あくまでそのサッカーの中でそのゲームをする、なんかこう、まあちょっと、例えがちょっと難しいけど、じゃあちゃんとそのサッカーの中でゴールキーパーさせてますか、あとそのゴールキーパーっていうその練習を、させるだけになってませんかみたいなところは、もしかしたら日本のその文化的に、なんかじゃあその何かをそのじゃあ技術を習得するとか何かを得るために、やっぱり練習ってこうすごく大事だから、その練習しっかりやるじゃない、まあどっちも多分ね、スペインも練習はもちろんね、大切にしてるものはあると思うんだけど、でもそれがなんか練習のための試合のための練習なのか、練習のための練習なのかとか、ね、なんかその練習とそのちゃんとその試合がこう、うまくリンクしてるかなっていう部分で考えると、僕はなんか、まあ長くね、ゴールキーパー指導してて、ジュニアとかもね、含めて、で、その時に、なんかこう、割とよく、こう、僕ら会話で聞く言葉のフレーズとしては、このキーパーは練習すごく上手なんだよ。練習の中ではゴールはすごい守るし、1対1も止めるし、なんかクロスボールもこうね、なんかこう積極的に出るんだよね。あと、なんだそういうこう、キック、例えばエデルソンみたいなキックもできるし、そうそうそう、なんかそういうこうね、フィードもうまい。で、足元の技術もある。ポゼッションもすごいね。なんかできるっていうふうに言われるんだけど、じゃあそれ試合の中でちゃんとやれてるとか、その試合の強度がその緩い強度だったらできるけど、じゃあ、ね、同じぐらいのチームレベルとか、もしくはそういう、こう格上と試合した時に、じゃあキーパーのそこでちゃんと技術が発揮できてますかっていうと、意外とそうじゃない、もう足りてないのかなっていうと、なんか僕はそのやっぱりそのサッカーの中でゴールキーパーをする機会っていう、だそこの中で、なんだろう、こう、まあ、ね、トライアンドエラーであったりとか、じゃあ、その実際自分でやってみて、あ、これは OK なんだなとか、これはダメなんだなとか、じゃあ、それが、その、なんだろう、自分のそのゴールを守るっていうフェーズに対しての、その、なんか良かった悪かったじゃなくて、じゃあ、そのサッカーっていう中において、じゃあ、これは本当にこのプレーで良かったのかなとか、いや、ゴールは守れてるけど、じゃあ、それがね、攻撃に転じてるの、転じてないのとか。はいはい、なんかそういうところも含めて、なんかこう、まあ、サッカー先進国、まあ、これはもしかしたらスペインに限らず、他のそういうこう、先進国って言われていたり、そういうものがちゃんと整理されてる国と比較したときに、
なんかゴールキーパーはそこの大きな差があるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。はい、そうですね。だから結構面白いのが、いわゆるその日本からその、自分のね、子供を少しまあ短期とかでもいいから、プレイヤーとして留学させるような、親御さん、親の方とか、っていうのを少し、まあ、サポートする機会とかも、まあ、あってですね。そういう、まあ、いわゆるパパ、ママとかが、口を揃えて言う一つに、スペイン人のやっぱゴールキーパー、の、レベルはやっぱり結構あるんですよね、コメントとして。で、そこも、今、うさぎ屋さんがおっしゃっていただいたように、何かその技術的な部分の評価とか、止めるってアクション一つにしても、そこへのなんか基準じゃなくて、なんか、ジュニア年代とかでも、スペインの子は、なんか、ゴールキーパーとしての風格が違うと、雰囲気が。もうなんかそこを、もう一つの、まあ当たり前なんでしょうけども、もう確固たるポジションとして、もう俺はゴールキーパーなんだと。もう俺がもう後ろからもう指示出して全部やるんだと。そこのなんかその風格じゃないけども、そこのなんか立派さみたいなものが、特にそのスペイン人のジュニア年代の試合しっかり練習を見るとすごい感じますっていうようなコメントが結構あるんですね。なんかそこは結構今、竹谷さんがおっしゃってたところちょっとマッチしてると思ってて、もしかしたら日本人の方が、もしかしたらおそらくね、技術的な部分だけ評価すると、高い子って多いと思う中で、じゃあそこを果たして試合になった時にスペイン人って別に変わるじゃないですか。まあ、それはフィールドプレイヤーもそうですけども、そこなんかやっぱりその、なんだろうな、まあ、あんまその文化とかっていうね、言葉で一言するのは、僕も、まあ、好きじゃないというか、あれですけども、まあ、間違いなくそこのゴールキーパーってポジショニングに対しての考え方っていうのが、まあ、低学年ぐらいから積み重なるものがやっぱ違うのかなっていうのは、一つ印象としてやっぱありますよね。そうね。だからなんかこう、そうなんですよね。だから僕もなんかこうやって長くゴールキーパー指導をしてて、なんかね、そこが今、ずっとこうなんかしっくりきてなくて、なんかこう、じゃあそれって、その、なんだろうな、例えば、じゃあゴールキーパーっていう、その、そもそもを、なんだろう、じゃあどういう役割なのゴールキーパーはとかね。で、それで多分まあその特になんかまあスペインもそうですし、ドイツもそうだし、イングランドとか、あとまあポーランドとかもそうかな。なんかそういうまあ比較的こうゴールキーパーをこうなんか大切にしてる国とかの人のそういうまあなんかゴールキーパー指導者に限らず話を聞くと、やっぱりなんかそのゴールキーパーっていうのはまあ一つよく言われるのも花形ポジション。だから、まあ、自然と人気があるよとか、あとは、まあ、ね、俺らの国はワールドカップ、ね、5回優勝してるから、それはキーパーにフォーカスされるよねとか、ね、お前日本は、ワールドカップ何回出てんのとか、で、ね、何回じゃ優勝したとか、で、まあ、日本もだから、そういう話で言うと、じゃ日本もワールドカップで優勝できるようなぐらいチームが強くなったら、ゴールキーパーの認知も変わるんじゃないとかね。なんかそういうふうに言われたこともあるんだけど、なんかそういうところで、じゃあサッカーにおけるゴールキーパーの役割、じゃあゴール守るよね、もしくはじゃあそのサッカーって、じゃあそもそもじゃあゴールにその点を取り合うスポーツで、で、まあ、バスケットとかと違うのは、バスケットは邪魔するやつっていないよね。リングの下にずっとこうゴールキーパーみたいにこう守備の選手がいて、待ち伏せして、それをじゃあ、ね、ダンクシュートとか、もしくはそのインターセプトして、ね、その相手の得点の機会を防ぐとかね。でもそういった中で、まあゴールキーパーってこう本来点を取り合うスポーツなのに、その阻止するやつがいて、はいはい、でその阻止するやつがいるから、そのサッカーのゲーム性、要はそういう、こう野球とかサッ、まあまあ、バスケットか。バスケットと違って、例えばそのね、120対110とかね。そういう、こう、たくさん点が入らないように演出している、そのスポーツの、その、なんだろう。こう、まあ、サッカーの原則か。そういう、こう、まあ、原理原則みたいなふうに考えたときに、それって素晴らしくないって話になるじゃない。ね、だからスーパーヒーローになるし、ね、相手の決定機をその阻止したときのその快感って、やっぱり、ね、得点するとき以上の快感得られる、
で、スーパーヒーローになれるから、じゃあ俺はキーパーをやる。はいはいね、だってみんなからこうね、罵声を浴びられることもあるけどもね、その賞賛のね、もう、うわーってね、こう絶対的な、ね、ピンチを救う時のあのね、こう歓声って言ったらやっぱりね、それほどこうなんだ、快感、うん、ね、するものもないと思うしっていう一方、まあ日本ってじゃあね、なんでキーパーっているのっていうとなんかね、やっぱりみんなやっぱりそのね、いや俺はボールたくさん触りたいからじゃあストライカーやるとか、もしくは中盤の選手をやるとか、ね、じゃあフィールドプレイヤーやる。でもフィールドプレイヤーができない選手がゴールキーパーやるとか、で、だいぶまあ、あの、そういう、こう、ゴールキーパーの、日本におけるゴールキーパーの認知っていうか認識は変わってきてるとは思うんですけど、ね、でもやっぱり、なんかそういう部分で、こう、ゴールキーパーって、やや罰ゲーム的な要素が。ああ。うん。まあでもこれは多分、どの国もあるとは思うんだよね。うん。ね、スペインでも多分あると思うしね。ね、だからそういうところでなかなかそのゴールキーパーの、じゃあそもそものそういうなんでゴールキーパーっているのって、じゃあなんでゴールキーパーって素晴らしいのっていうところが、うん、もっとこうなんか、なんかこう、認識される必要あるのかなとは思うけどね。うん、そうです。